再水根、再水根はである。もともとゲルツで製造されていたクラップカメラで、日本においては報道用カメラの元祖として知られる。再水根になっても引き続いて製造された。もともとヒュッティヒで製造されていたスプリングカメラで、以下を経て再水根になっても引き続いて製造された。64.5センチメートルアトム版の写真看板。 もともとイカで製造されていたカメラで、再水ンになっても引き続いて製造された。もともとヒュッティヒで製造されていたジャバラカメラで、イカを経て、再水ンになっても引き続いて製造された。高級機。元は、エルネマンが使用していたブランド。再水ン成立後も運用され、イコンタブランド成立後は、イコンタ510、イコンタ510にへと解消している。 ネッターレンズは、エルネマン社が開発したものであり、レンズとしてのネッターの普及型とするのは誤りである。もともとは、ゲルツの廉価なボックスカメラ。東方前から引き続いて販売され、レンズは戦後まで、ゲルツ名のままであった。当初は 69cm 版のみだったが後に 64.5cm 版が追加された。 66cm 半の二眼レフカメラ、いわゆるスプリングカメラ。距離軽連動の製品は、スーパーアイコンタと称される。イコンタ、スーパーアイコンタともに 64.5cm 版、66cm 版、69cm 版がある。イコンタの普及版、イコンタの普及版、戦後の普及版レンズシャッター 24-36mm。 内科版の一眼レフカメラに似た外観だが、実際には、シャッターは、フォーカルプレーン式であり、一通りの交換レンズシステムを持っている一眼、レフメラ。廉価なボックスカメラ。ボックステンゴールの小型版。43cm、ベストハンサイ版の、いわゆるスプリングカメラ。43cm、ベストハンサイ版の小型カメラ。 戦前の高級 2436mm、mm、ライカ半2眼レフカメラ。戦後の普及版レンズシャッター 2436mm、mm、ライカ半1眼レフカメラがある。出遅れた1眼レフカメラの分野で、再水根が総力を結集した高級 2436mm、mm、ライカ半1眼レフカメラ。戦前。 および戦後西ドイツの採水コンから発売された 2436mm、ライカ版レンジファインダーカメラ。東ドイツの採水コンから発売された 2436mm、ライカ版一眼レフメラ。フーベルトネルビン設計のスプリングカメラ。2436mm、ライカ版。北斗レンダーとの合併後発売された 2436mm。 ライカ半一眼レフカメラ。1958年発売の入門機。巻き上げは、レンズの横のレバーで行う手、ナックス式。レンズは、ノバー45立方トル。5、シャッターはプロント。外装は、プラスチックボディ、ビニール張り。光漏れが多発して回収された。コンパクトな 24-36mm、ライカ版スプリングカメラ。後に、 コンティナーアイと改名された。コンタックスアイの廉価版という位置づけのカメラ。後継はネタックス。テナックスはもともとゲレッツの商標だが、その時代に発売された製品と機構上の共通点はない。24-24mm 半コンパクトカメラ。フィルム巻き上げが招き猫と俗称される特徴的なレバー式で、いわゆるレチナ式のレバー巻き上げが、 一般的になる前に試行錯誤された迅速巻き上げ、方式の一つ。フーベルト・ネルビン設計。東ドイツのサイスが西側で、旧、サイスの商標を使えなくなったため、タクソナと改名された。テナックスブランドで、ロールフィルムやパックフィルムを製造していた、ゲレツの子会社、ゲレツ・ホトヘミシェ・ベルケ、ゲレツ・ホートケマスキーワーカー GMBH を1928年2月に、 合併し、写真フィルムを製造を販売していた。ゲルツの関連会社、ハーン、エジハン FR マッカニックアプテックを合併したため上前なども製造しており、2011年現在、アッサーブロイ傘下で、在水コンブランドでの保安設備の製造を続けられている。カール・ザイスは、アーノルド,ドリヒター製のアリフレックスに装着する、映画用のウルトラプライムなど、 超高性能レンズを製造しており、その技術を一般スチルカメラ用に転用しようとした。一眼レフカメラでは、レンズ設計に制約が出るためレンジファインダーカメラを想定したが、市場にはそこまでの高精度なカメラは存在しなかった。カールツァイスには1902年から1909年までのパルモス、第二次世界大戦後すぐのイエナコンタックスやベラシカ、 製造経験がなく、コシナに製造を委託した。ボディデザインは、ポルシェデザインとも相談したが結局、ヘンスラー、シュルトハイス、ヘンスラー・シュルチスに依頼した。ボディはコシナ、レンズは 15mm と 85mm 以外は、コシナ、15mm と 85mm はツイスが担当した。レンズマウントは、ライカ M マウントと互換性がある、ZM マウントを楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。